ジュビトーク特別編、生え抜きの歩み、続いてのテーマは、プロの厳しさ。プロ入りしてから現在の活躍に至るまで数々の苦労があったと思いますが、2人はまだプロ生活が、ね、短いと思いますけど、プロ生活で一番苦しかったことは何かありますか？今まさに苦しんでそんなリフから行く、はい、まあ、苦しんでると捉えてるか、試合には出てるからね、はい、別に嬉しいじゃないけど、悩みだと思いますけど、いやでも本当に、まあ、分かってると思うんですけど、もう本当に毎日練習の時も怒られてて、もういろんな選手から、まあ毎日ちょっと悩んで寝れない時とかも結構あってあるの？いや、部屋来るっす。なんていうの、まあ、言うなってお前いや今回答を仕込んでたら仕込んでたじゃん。何を言うの？回答は俺どうしようどうしようすごい悩んでるじゃん。いや悩まないと、いや、まあ、逆にダメなんじゃないかと思ってるぐらいなんで、あんだけ、うん、あんだけというか、まあ、結構言ってくれるのに。逆にじゃないけど、いや逆に、うん、はい、そうですね、悩んだ方がいいと思う。いやなんか本当に言ってくれるのが本当に、まあ、みんなにも言われるんですけど、もう言ってくれるだけ本当にありがたいと思うよって結構周りの人も言ってくれるんで、まあそれをその時はかなりちょっとへこんじゃったりするんですけど、まあ家帰ってよく考えて、どういう意図があってあの人はああやって言ってるんだろうとか考えたりして、どうやったらうまくいくんだろうとか、自分のその練習のビデオとか、あとまあ試合ももちろんですけど、まあ細かくチェックして、まあ人よりそのサッカーの時以外でやっぱり時間はいっぱいサッカー選手あると思うんで、うん、まあそういうところで他の人と差をつけなきゃいけないなっていうふうには思ってるんで、うん、まあ今までその高校大学とあんまちょっと考えてサッカーしてこなかったんで、うん、その今ちょっと周りから言われすぎて結構パンクしてるというかいうところはありますけど、まあこれも幸せな悩みだと思って今頑張ってます。うん、そうだね、まあその思考、まあ、考えることはやめない方がいいと思うし、悩んで間違った答えでも出したらやっぱ次につながる、間違ってたらそこでまた変えていけばいいし、まあ、そこは考えることはやめない方がいいと思うかな。でもまあ思考力っていう部分では隣に考えることが大好きな大先輩がいるから、行き詰まったら寝るのが大事もう恥ずかしそうになったらマジで、まあ、そうですね、うん、ある程度リセットしたほうがいいことないし、いや本当ですね、うん、寝れなくて朝の5時にオークローグラウンドを散歩するのはもうやめて、いやでも言っちゃダメですよ、それも朝5時に朝5時に肉散歩してたらしくて、うん、えってなって誰かが気づいたんだよね。でいや警報になったっす不審者だ不審者っつって、で何度お前5時に散歩したのとか言って、はい、早起きだねってなったら、いやもう寝れなくて、えずっと起きてたの？そうです、考え出したら寝れなくなっちゃったらしい。もう考え出したら寝れないです。でまあまあ散歩してちょっとこう頭の中整理しようかなと思ったら、はい、ピン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 何してんのとか言われて、こうブーンって来て、警備のおじちゃんが、あ夜中もいてくれるんだね。あそうです、すごい、来たんですよ外から。いやもう迷惑じゃん本当に迷惑だ、本当すいませんすいませんって言って本当に結構悩んでんだね。いやまああんまいやまあいいと思う。それ聞いてから俺はだいぶ飲み込んでるけどね、リクに言おうとしても、いやもうすぐよぎっちゃう、朝5時のその散歩の風景が勝手によぎっちゃって、まだ散歩しちゃうと思っちゃう、ね、そういやもうちょっと言わないようにしとこう今日もね、ちょっとお前ちょっとこっち動けよって、あやっぱいいや忘れて、いや大事なことは言った方がいい、ね、だけどそのこうちっちゃい66だったから、リクに裏走ってほしかったんだけど、試合中絶対そんなしないの、しないからね、うん、でだからあそこ空いてんだから走れよって言ったんだけど、やっぱでもリク試合で使わないし、今もうやっぱよ、本当に本当にお前言うよ意外と傷つきますよあれ結構あれはめっちゃめんどくせえなめんどくせえなこっち気使ってるそうか、いやなんかそうですね、うん、まあ入ったらね、うん、入った最初は誰も絶対、うん、結構あるんじゃない、うん、
カイトも今2年目が、はい、2年目でやっぱそれこそ今まで試合に出れないっていう時期がなかったので、初めてやっぱこういう試合に出れない時期というか、時期もそうですし、やっぱ練習でも自分の思ったようなプレーというか、今までできてたことができなくなったりだとか、できなくなってるというか、その自分がやろうチャレンジしようとしてることが まだ通用してないっていうことだと思うし、まあそれこそいろいろ自分も考えて考えて、寝れなくなることはないですけど足りないんじゃない、足りないんじゃないかもっと考えろお前足りないな。まあでもそれこそやっぱまだその先輩方がたくさんいて、聞いて学ぶこともありますし、自分で考えてそれを行動に移すっていうのもすごい大事だと思うんですけど、まあそれが全部正しいとは言わないですけど、それ聞いて自分の中でうまく整理して、まあ、行動する、まあ、それが別に聞いた上で自分がやってみて違かったらまたちょっと変えてみたらいいと思ったし、まあ、その最初の方とかはもう本当どうしようどうしようだけで、なんかただ毎日あんま考えずにサッカーをやってたというか、練習、あ練習来た、あ終わったみたいな感じだったんですけど、なんでうまくいかないとか、あこれはうまくいったっていう整理があまりうまくできてなかったので、まあ、そういう状況が続いてたので、あこれだからまだ自分は試合に出れないんだと思って、それこそいろいろ考えるようになって、まあ、いろいろ体のトレーニングだとかそういうのも始めてから、だんだん自分の中で整理できるようになってきて、まあ、今すごいサッカーについて考えているっていう感じです。素晴らしくないですか？うん、なんかまだだから、うんうん、試合にもうなかなかね今年絡めてないし、うん、まだこう一生懸命こう頑張ってる途中ではあると思うけど、うん、なんかいい方向には向かっていくんじゃないかなとは、うんね、今の話聞いてる、なんかこう気づけない選手っていうのは多分たくさんいるから、うん、あ考えることを放棄して、まあ、とにかく来てこなして帰るっていう選手も多い中で、それじゃダメなんだって気づけたことは本当に第一歩としてすごく僕はいいのかなと思いますけど、うん、なんか中村健吾さんがさ引退のなんかでさ、うん、自分に矢印を向けることが一番大事だみたいなことを言ってて、うん、それができるかできないかがすごい大事っていうので言うと、今の大輝が言う通りやっぱ自分に何ができてないんだろうとか何ができるんだろうみたいなのを探してやり続けるっていうのはすごい大事だし、うん、なんか俺プロ11年目なんだけど、やっぱいろんな選手と一緒にサッカーしてきて、なんかこう入った時の能力よりもそこからどんくらい上手くなれるかの方が全然やっぱプロの世界って大事じゃん。それで言うとやっぱそういうこうマインドみたいなものとか性格とか考え方っていうのがどんくらい成長できるかにつながるから、ぜひ頑張ってほしいです。ありがとうございます、はい、師匠みたいになってましたって言いながら、偉そうなこと言いながら俺がうまくいかなかった経験もしなきゃいけないでしょ。なんかね、山田さんとか気にならない？なんかあんまそういったね厳しさが、俺でもそうだね、プロ入ってからはすぐ試合も出してもらって、うん、2年目で代表とかも選ん、うん、候補だけど選ばれたりしたから、やっぱドイツかな、あのすごい苦労したのは、うん、フィジカル的なところとか、まあ、かなりサッカーの違いとか、それはこう自分の能力が通用しないみたいなことがあったってこと？うん、あだからまずドリブルが通用しなくて、あなんかドイツ人相手でも1対1、練習で1対1とかあったら抜けるんだけど、それでももう戦術的にこうまず1対1がないわけ、もうカバーが絶対来るし、うん、なんかで2人は抜けないの、やっぱドイツ人相手に、で2人抜けないと向こうではドリブラーとして通用しないなっていうのを感じて、でそこでこうドリブルっていうものを捨てて、逆にパスとかポジショニングとかでこう生き残ろうとして、まあ、それで試合は出続けられたけど、結果なんかこうじゃあ契約終わって新しいチーム探すってなった時にも、やっぱなんか目立ったプレーとかもできてなかったから、なんか結局オファーも来なくて、まあ、こっちに、まあ、本当に当時の心境正直に言うと帰ってこなきゃいけなくなったっていうのが正直なところだったから、なんかそこでこう、うん、が一番の挫折というか、うんうん、かな、うん、がっつり敗れてる、そこはがっつり負けてるというか、なんか山田さん敗れてる感がない、ね、どうしてもないからね、うん、あんまそういった話も聞かないし、うん、結構きつかったね、きつかった部分もある、その楽しかったけど向こうでサッカーやることとか、うん、まあ、サッカーの違いみたいなところもあるってことですもんね、もある、うん、やっぱすごい難しかったし、だから海外で
本当やり続けてる選手とかステップアップしてる選手は本当すごいなと思うし、そういうチャンスがあるからね、うん、若い選手確かになんか頑張ってほしいなと。トライしていくべき、うん、でも成長はやっぱできるよ絶対、うん、海外でやることで。だからしかもまたそういった人だからこそ分かるものだから、うん、今活躍してる選手にリスペクトもあるだろうし、うん、そうそう、すごさが分かるのかなっていうのは、うん、だからあとだから日本でいうと帰ってきてからの方が難しかったね、そのドリブルを捨て、うん、向こうのスタイルに合わせて、うん、でもう一回こっちに戻ってきて、でも捨ててるものを取り戻すのも簡単じゃないし、うん、なんか取り戻そうと思うけどなかなか取り戻せない、うん、でも周りはさその行く前のさサポーターたちが期待してくれる、うん、俺もそれやりたい、うん、でも今持ってるものにそれを持ってない状態で戦わなきゃいけない、でも試合も出たいとか、うん、いろいろこうプレースタイルの部分でも、うん、なんかやっと本当今年戻ってきても3年半ぐらい経ってやっといろいろこう噛み合ってきた感じはあるけど、うん、バランスというかなんかこう融合できた感じはありますよね、うん、ドイツでも学んだものもちょっと持ちつつ、うん、とかなんかやっと噛み合ってきた感じするけど、うん、まあ監督のサッカーもあるからあれだけど結局3年ぐらいかかってるから、まあ、そこの結構もがいて、だからそっちの方が苦しかったかもね。ドイツの時はうまくいかなくてもなんか今のカイトもそうだと思うけど、上を見てこう努力してる、うまくいかない時って結構頑張れると思うんだけど、ある意味ちょっと海外っていう夢は破れてなんか戻ってきてるのにここでもうまくいかなくて、でもじゃあ今から海外とか代表とかもう一回目指したいけど目指せんのかみたいな、なんか上に向いてんのかなっていう中でもうまくいかなくて頑張んなきゃいけないのは結構メンタル的にもきつかったから、一番辛かったのはそこら辺かな、やっぱ、うん、なんかちょっと重くなっちゃったけど、いやいや、うん、なんか想像しかできないから、その海外行ったこともないし、うん、プレーしたことないから、うん、なんか、うん、すごいだろうなっていう、その変貌していかなきゃいけない感じとかスタイル変えていかなきゃいけない感じは、うんうん、大変なんだろうなぐらいですけど、うん、すごい思いました、ね、すごい重くなっちゃったけど、まあ大輝は怪我でしょ。僕は怪我ですね、常々このトークテーマだと、うん、厳しさとかだと怪我になるんですけど、もうこれも話すと長くなるんであれですけど、怪我は誰しもありますけど、自分がコントロールできないもので、それを早く治すこともできないので、ただただ時間が過ぎるのを待つって中でみんなに置いてかれていくんじゃないかとか、自分の居場所がなくなるんじゃないかっていうのを持ちながら日々生活する、まあ、リハビリ生活を送るっていうのは、うん、辛いですし、まあ、プロの厳しさというより、まあ、これをどう乗り越えていくかというか、その期間が本当に厳しかったなっていうのは感じます。なんか俺がさっき話したのはさ、こう上を目指している時はうまくいかなくても頑張りやすいみたいな、うん、あったじゃん。でもさ、怪我ってさ、頑張りたくても頑張れないじゃん、うん、それ結構きついよね。ある程度決まってますからね、うん、まあ、時間が解決してくれるところもあるし、もちろんなんかその間にもさ、サッカー見たりして上手くなれるかもしれないけど、うん、まあ、俺らやっぱサッカーやってきてさ、試合出たり、うん、プレーするのが一番上手くなるじゃん、サッカーなんか、うん、それが分かってる中で半年以上なんか自分のサッカー人生っていう時計の針は進んでるのに、うん、時間プチって、うん、止めなきゃいけないわけじゃん。結構精神的にしんどいよ、大きい怪我は。しんどいですよ。だから本当怪我しないに越したことはないです、皆さん、うん、今まさに怪我してましたけど、僕もやっと治ってね、これから怪我しないように気をつけてください。うん、本当にリクとか本当お前怪我しそうだからさ、うん、気をつけろよ。怖いですね、見てて怖いもんね。だからなあれがなくなったら終わりなんでまあね、良さでもあり、良さでもあり